はい、こちらです。あげるです。ゼブキャンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。さて、今回は、はい、第2回、小屋でクイズ第1回が、かなりの反響いただきまして、そうですね。我々の動画の2番目に伸びてる動画と、2万5000回再生も見られてる。ありがたいね。ありがとうございます。これの第2回をやっていこうと思います。はい。あの時よりはね、でも多分成長してると思うんだよ。で、今回は、オジありです。うわぁ。レベルが上がってますね。これはレベルは高くしてます。はい。まあでも、さすがにそんな昔はない。まあね。最近卒業した方々ぐらいの。さすがに、飯田香織さんはない。ないです。よかった。ということで、今回もやっていきましょう。はい。それでは、It's Tasting Time。それでは、早速ね、もう行きたいと思います。はい。耳を凝らしてください。いやー、さすがにね、前より当たるようになっててほしいな。それでは、第1問。さて、お答えください。むずい？むずい。一問目は簡単にしたんだけどね、なるべく。ちな、わかんなかった。でも、なんかこういうのって結局、動画になってさ、見たらさ、超簡単じゃんって思うじゃん。もう耳にパッと入ってきて、一番最初に浮かんだ人でいいと思うよ。今、人浮かばなかったんだよ。ゼロ、ゼロ。ゼロ。うん。だから吉、今。え、この人じゃってね。前回のルールと乗っ取っていくなら、まあ、もう一回聞いてもいいよ。もう一回目行く？いや、待って、今思い出してるから。行った方がいいんだよ、多分。絶対に。違う、今、人を一人一人思い出して、あの声に当てはまるかどうか、今、試してるんだよ。ちょっと、時間ちょうだい。あの、カットしていいから。ここ、カッチリから、ちょっと待って。それはね、こっちで決めるから。聞きますか、じゃあ、もう一回だけ。うん、行きます。ここまで、あの、一問目で苦戦すると思ってなかった。今回、これより難しいのばっかよ。だとしたら、ね、結構もうやばい。結構やばいね。いきます。はい、せーの、バン。あげろぶ、高木佐伯。ゆでも高木佐伯。いや、多分合ってるだろう。正解は。いやー、ほら、合ってる。高木佐伯さんです。正解です。まあ、さすがにね。オッケー。ありがとう。何一気一憂しないでください。よかったって感じはもう。そう、確かに。じゃあ、第2問目。いきます。さて、お答えください。これは厳しい。むずいなぁ。一人一人ハロメを思い浮かべて。いいよ、もう一回だ。もう一回いきます。二回目、いきます。いやー、違うかなー。なんか声に特徴とかある？言葉だと思う。いや、え、マジ？最後ら辺の方が俺も分かりやすいかなと思う。だから長くした。書いたは書いたけど、なんか違う気がするね。俺はなんかその、男らしい声というかさ、かっこいい歌声。わかるよ。っぽいなと思って、今この書いたね。こんくらいの難易度多分ね、求めてると思うよ。前回、コメントがさ、あの、尋常じゃないことできたのよ、この前の動画。そうだね、確かに。僕たちからしたらありえないぐらいの、100ぐらい来てて。比較的に、いや、簡単だなって人が多かったから、うん、ちょっと今回は難しめにした。いきます。それでは。せーの。野村みなみさん、上村あかりさん。うわ、待って、その、やっぱ、おーしー。いきます。正解は。ビヨンズ、前田心さん。いやー。いけたよね、その、アキノムが、かっこいい系みたいなこと言ったから、うん、いや、いけるんじゃないかと思った、俺は。いやー、惜しいな。いや、だからなんか、早いなと思ったのよ、OG にしては。うん。出題の速さです。出題傾向で、こう、さ、読みに行ってるもん、ね。でも、男らしい声で、その、サーチかけた時に、確かに前ここは、いろいろ、ビヨーンズね、当たりそうだったんだけど、ね。じゃあ、さっき、拳聞いてたからさ、ちょっと、出てくる、しかも出てこないじゃん。3問目に行きます。気づけマジかー、まあ、あの今回のコンセプトとして当てられなくてもこの人こんな声なんだっていうのを知ってもらうっていうのもあるから。なるほどね。まあむずいよね。そうむずいよ。ただ俺もこの問題出すにあたってこの子こんな声なんだよっていうのを知ってもらいたかった。なるほどね。ヒント、今のはヒント。なるほどね。見たことあるかもしれん。2回見たのっていい？いや一応聞いてこ。これはヒントじゃないからね。イエス。それでいきます。せーの、バン。
岡村穂まで北川梨央。正解はモーニング娘。北川梨央です。やった、正解です。やった、お見事。惜しい。まあ、15期、まあ、ヒントもちょっとね使ったでしょ、うん、こんな声なんですよ。ね、15期ポテンシャル感じるよね。感じる、高いっていうのを教えたかった、うん、てか多分俺それ見てるな、冬のあれだもん、ハロコンだもん。シャッフルですね、見てんな。それでは第4問いきます。こちらも短いので、そろそろさあ次はさい。早ー、おいは難すぎるってそれは。だって6文字よ、短いよ。ちでも歌い方に癖があったから選んだね。違うんだよな、癖を読み取る前に終わってんのよ。7文字よ、お前しっかり聞いてね。聞いてるわ。さあ、終わってなさい。レオン本目でしょ、うん、OG もちょっと視野に入れなきゃいけなくなってきたな。でもこれ OG って思うの無理だわ。無理だよ、今の尺では無理すぎるから。無理、語尾の滑らかさというか言わんとしてることは分かった。いや確かにこれが特徴的かなと思って。まあが分かった、がが浮かばない。分かった、が。それではいきます。せーの、3、朝倉キキ稲葉真中。正解はカントリーガールズ、山木梨沙さんです。やったかー。いやでも、それはきつかったな、ちょっと短すぎ、むずいかな。俺がカントリー好きってのあるから、すぐ分かるのは。そう、そう、この語尾の滑らかさというか、これ山木さんらしいなと思って。まあ確かに今聞けば山木さんもう一回聞いてみる、今聞けば。カントリーじゃ、カントリーだと思って聞いてたら山木さんだね。そりゃそう、カントリー5人しかいないから。いや、さて、第5問。当ててください。おいしい。いや、マジでわかんねえ。でも、普通の声じゃないでしょ、うん、普通の声ではない。特徴的な声ではある。そうなんだよ。でもさ、普通のパートじゃないし。確かにな、さ。見前の。ハピネス、コミック会議のさ、そのてかね、サビとかになってくると、さすがにソロでは歌わないユニゾンだから、ね。まあまあ、そうだけどさ。ソロでメンバーを探してくるとなると、やっぱり。さすがにもう一回。どうですよね。いきます。珍しい声があると思うんですよ。引っかからん。大珍しいよ。OG あると思うんだよな。ここもう一回。いや、OG ね、そんなにね、多分知らないのよ。雄大が絶対に知ってるラインではあるよ。まあ、OG を選ぶなら俺は。だよ。だから、飯田香織さんとかじゃないよ。飯田香織さんまずこんな声じゃねえ。飯田香織さんこの歌歌わないしな。いいね。さすがにこれは違う。なんかさ、別のヒントないの ?OG か OG じゃないか。OG ではないです。危ねえ。じゃあ、サーチ変えないと。危ねえ。ヒント二つ目。年上メンバー。うん、まあ、だろうね。もう一回聞けばわかるかも。イエス。マジで？ひらめいたか。いけたかもしれない。待って。いや、でもこれ外したらダサいけど、まあ、結構近いんじゃないですか。いきます。せーの、バン。小田桜、山口里子。正解は待って、小田さんっぽい。スマックスリー、ミーヌマクシャー。あー、そっかー。2択だったんです、僕そこの。僕そこの2択だったんです。山口さん、じゃもう一回、画面見せないで聞きたい。あ、ここ、わかる。ここ小田桜だ。それはわかる。ここ小田桜だから。わかるよ。最初の高音のところは違うのよ、うん、だけどもうそこが小田桜サーチがビビビビビビビってなるほどね。わかるよ、小田さんの可愛い系の声の時ね。そう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 、うわちょっと俺ちょっと新沼さん信じきれなかったの。感じたもんな。悔やまれる。さあちょっと、うわ悔しい。これじゃあラスト問題、はい。これ俺当ててください。いけるな。これはセンサーが感じたままに書いてくださいね。声だけしか分かんない。人が出てくる。これは知ってる。それじゃ出てきてないじゃん。出てきてんのかと思ったじゃん。出てきてないよな今。声も出してる。声出してる。出てるものが見えてるだけだ。もう一回聞く。もう一回聞く。
待ってください。いやー難しい。これは最終問題にふさわしい難易度もちょっと下がりました、さっきより。でも声を聞いた感じはこの頃曲とかそういうのなしでね、そういうゲームです。声で当てるゲームです。池田、はい、言います。せーの、3、9代目室田瑞希。あー、室っぽい。正解はアンジュルム、室田瑞希。お見事、室っぽい。これは嬉しい。室押しとしてね、間違いない。これは嬉しい。ということで今回はだからいろんな人のね声を聞いて、こんな人こんな声だよっていうのも知ってもらうためにもこの曲をねまたやりましたと、はい、雄大さす最後お見事、さすがですね。今回は終わりだと思います。ということで今回全6問、一応7問用意したんだけど案外盛り上がりすぎて全部できなかったんだけど後で勝手にやりますと。でこれ見てる方もね、今回前回よりは難かったんじゃないかと思うんで、いや圧倒的に難かったと思う。正直マジで分かんない。前回満点だった人も今回どれぐらい取れたのか、ぜひコメント欄でねまた教えていただいて、第3回に向けてまた問題作っていきたいと思います。はい、では今回終わります。それではバイチュー、はい。